どうも皆さんおはようございます。工藤です。2月16日水曜日朝の8時51分です。はい、ちょっとね、また遅い時間、まあ、朝と言っても9時になりかけてるのは朝と言っていいのかはちょっと微妙なところですね。昨日のね、鬼滅の感想の配信の前にちょこっと言ったんですけど、今ね、めちゃくちゃイヤホン選びで迷ってて、で今日からね、JCB のオリジナルシリーズのカードを持ってる人なら、まあ、参加できる、JCB オリジナルシリーズっていうサイトがあって、そこのまあ、キャンペーンで Amazon で買い物すると置き時ポイントがね、まあ、8倍になるということで、今日から、まあ、ちょっといくつか、私ね Amazon のお買い物ミッションに課せられミッションを課せられているので、ちょっとねいろいろ買い物していこうかなと思っているんですけど、やっぱりどうせ買い物するんだったらね、やっぱりなんか無駄なものは買いたくない。なんか買って生活が豊かになったり、なんか仕事の効率が上がったりするようなものがまあ欲しいなと思っているわけです。はい。でまあその中でいろいろね、イヤホンだったり、他にもなんかいろいろね、ちょっとスマホをね新しく買い替えようっていう話もあるので、まあ、そのスマホ関連のアクセサリーをちょこちょこ買おうかなと思っているんですが、ただまあイヤホン、スマホのアクセサリー関係に関しては、まあ、そこまでね、もう買うスマホも決めてるし、そこまで迷う必要はないんだけど、問題はイヤホンなんだよね。イヤホンがとにかくねもう大変で、なんかねブレるんだよね、いろいろ。その音質にこだわる必要ないと思っていろいろ検索してね、あこれにしようかなって思ってたんだけど、なんか検索していくうちに、やっぱどうせだったら音質もいい方がいいよなと思って探し始めると、また別の形のイヤホンになったりして、いやでもこれだとつけ心地がちょっとなとか、いやこれだとちょっと、マルチデバイス、いろんな端末で、ペアリングしたりするときにできないよなとか、いやこれ有線かよとか、いやこっちはハイレゾ対応してるのにとか、あこれスマホとのコーデックが合わないからダメじゃんとかね、いろいろあるんだよね。本当、いや本当にねめっちゃ大変、イヤホン選びって、まあ、もちろんそのなんかすごい高いやつをなんか買って、見ればまあいいのかなっていうところもあったりするけど、でもね結局ねなんか高いやつってそのカナル型だったりさするんだよね、最近の流行りだからかな。なんかノイズキャンセリングがついててワイヤレスで音質も良くてみたいな、あのソニーのなんだっけワイヤレスイヤホン、多分皆さんもね Amazon とか楽天とかで調べれば出てくると思うんですけど、なんかハイレゾも聞けるワイヤレスイヤホン3万だか4万近くするめっちゃ高いイヤホンがあるんだけど、あれはあれでね、まあ、いいなとは思うんだけど、やっぱりカナル型なんだよね。まあ、そういったところがねちょっと気に食わない部分だったりして、高いし、正直イヤホンに、今そんな必要かどうかって言われるとちょっと微妙なところなんで、そうまたねその本当に必要かどうかっていう部分でもまた悩み始めるんだよね。ヘッドホンは部屋に、2つあるし、別に困ってないし部屋で使う分にはね、ただその外に出た時とかにそのなんかちょっと聞きたいなってなった時にも使えるようなイヤホンがないんですよ。有線はね、あるっちゃあるんだけど、なんか有線をわざわざ取り出してまで聞きたいかって言われると別にそうでもないかなっていう、私病院に行くことが多いんで病院内でなんかこうね聞いたりできるようなものがあればいいんだけどと思ってイヤホンを探しています。はい。難しい。別になきゃないでいいなとは思うんだけど、あれば
あったで、まあ、いいなと思ったりするし、そこなんだよね。わざわざ今イヤホンを買う必要があるのかどうかっていうところ、うん、がちょっとね、まあ、悩みどころだったりもします。はい、うん、買い物って難しいよな、うん、考えれば考えるほどなんか最終的に戻ってきて、いや果たしてこれは今自分に必要なのかみたいなところに行き着いたりするんだよね。うん、それで言うと、まあギャラクシーのね、あの S20 にスマホを変えようということで、まあ今日じゃなくて、あさってかな、金曜日、18日の金曜日に、楽天さんでね、こうギャラクシー S20 を購入する予定なんですけど、うん、まあ、なんであさって限定で楽天で購入っていうふうに言ってるかっていうと、まあ、楽天市場で18日になるとご愛顧感謝デーって言って、1ヶ月に1回ね、毎月18日はポイントがこうアップする日なんですよ。なんかダイヤモンドとかね、あの楽天の会員のランクがあると思うんですけど、そのランクの高ランクの高ランクの会員限定でポイントがアップする日で日なんですね。うん、でまあそれを利用して、まあ、ちょっとね、なんかポイントももらいつつ、あのギャラクシーの S20 変えたらいいなと思っていて、まあ、楽天さんで、あとねその期間限定ポイントがねちょっと消費しなきゃいけないんで、まあ、それも当てたいなと思ってるんで、まあ、楽天で購入っていう形にしようと思ってます。はい、なので、まあ、スマホはね、あのもうギャラクシー S20 にしようって言って決めて、もうそれを買うって決めてるんだけど、うん、なんだけど、だからそれを基準に、まあ、イヤホンだったり、まあ、いろいろね探してるわけなんですけど、でイヤホンとは別に、スマートウォッチもちょっと考えたんですよ。スマートウォッチすれば持ってないなと思って、うん、この際だから買ってみようかなと思っていろいろ調べたんだけど、まあスマートウォッチもね、もう沼だね、沼、うん、たくさんあって、まあ、お手軽なものから高いものまでたくさんあってね、でいろんな機能があって、うん、これもあった方がいい、これもあった方がいいっていうふうにね、まあ、思ったりするんだけど、どうせならね、どうせならいろんな多機能の方が、まあ、お得だよねって思っていいやつを買おうかなと思ってたんだけど、でそのウォッチに関しては、ギャラクシーが出してるね、ギャラクシーウォッチっていうのがあるんですけど、ギャラクシーウォッチ4だったかな、っていうのがあるんですけど、3万円くらい、今アマゾンで確かね、いくらだったかな、2万5000円とかじゃなかったかな、確かそうだね、今2万5000円にちょっと値下がりしてるんだけど、うん、なんか値下がりしたからいや買い時じゃねとかって思ってたんだけど、さっき言った戻ってきたんだよね、原点に。いや待てよ、これ果たして今そんなウォッチなんて買う必要あるのかと、うん、今この私のこの状態でウォッチを買ったところで、まあ外出ることもほとんどないし、家にいるだけで常に家でウォッチをつけるような状態になるわけじゃないですか、うん、で私普段からこうパソコンをねカタカタいじったりするんだけど、まあ、当たり前なんだけど、仕事もそうだし、プライベートもね。そうなると、ウォッチつけてるとね、まあ、そのスマートウォッチに限った話じゃないんだけど、ウォッチつけてると、要は手首がさ、その、当たるんだよね。その、キーボードに手を置いたときとか、机にこう手をポンって置いたときに、ウォッチのその手首の部分が当たったりすると思うんだよね。だから普段から私時計とかしないんですけど、もう最近ね、うん、あとまあ汗ばんだりとかさ、手首に何かついてるのが結構嫌で時計自体をつけなくなったんだけど、なんかそれもあってか、だから本当に必要なのかなっていうところに戻ってきて、で今の結論としてはウォッチは今はいらないなってなりました。はい、ウォッチは今はとりあえずいらないなって、あっても、まあ、買うとしても、なんだろう、本
当のバンドのやつ、もっと安いさ、本当に健康管理だけできるようなやつを買おうかなって今ちょっと思ったりしてます。はい。まあそれもいらないかなって今思ってる。別に今焦って買う必要はないでしょっていう感じですね。まあ、健康管理したいなっていう気はするけど、でも別にわざわざ今買わなくてもいいかなっていう感じはするね。買ったところでその私の仕事のパフォーマンスが上がるかと言われると、いやむしろ逆にちょっと腕についてるのが邪魔で仕事の効率下がるんじゃないかなって思ったりしもするんで、なんか外にさ仕事に行く人とか外に出る人、よく出る人とかは運動したりとかねする人とかはその運動用にさその時だけつけるやつを買うとかっていうのもありかもしれないんだけど、私みたいに普段からずっと家にいるような人間はさ、家で時計つけてるなんか、ね、意味あんのかなって思ったりするね。その、まあ、なんだろう、健康状態を常にそのモニタリングするっていう意味ではあるのかもしれないけど、でも私はその腕に物がついてること自体がちょっと嫌なんで、なんか一旦置いとこうかなっていうことでウォッチはあのちょっと、はい、購入を一旦保留にしました。はい。だからイヤホンもね今ねちょっとその段階でもあったりするんだよね。本当に今イヤホン必要っていう、それイヤホン買ったところで仕事の効率上がるとかね、そのなんかね、プライベートな部分、それこそちょっと外に出かけた時とか、あとは家で何か作業しながら使いたい時になんか、まあ、使えるっちゃ使えるんだけど、果たしてそれで仕事の効率が上がるのか、満足感を得られるのかどうかっていうところが結構ね、まあ問題になってくるのかな。はい。いや本当にねダメなんだよね、こういうの悩み始めるとね止まらないんだよ。まあイヤホンは、まあ、ちょっと今欲しいなと思ってたりするから、これだっていうものがねあればね、あのもうすぐ買いたいんだけど、いやもうねいろいろあって、やっぱりこのイヤホンにはこれがあるけどこれがなくて、でこっちのイヤホンにはそのさっきなかったものがあってみたいな感じなんだよね。難しい。まあそんな感じで私はもうあの多分ね今日はずっと悩んでると思います。まあ一日ね、特に何もないので、はい。まあ明日ねちょっと午後病院なんで、明日はちょっとあんまり時間がないかなとは思うんですが、まあ今日は一日時間があって、まあアニメもねもちろんちゃんと見ますけど、まあそれ以外はちょっとね、何買おうかちょっと考えようかなと思ってます。はい。まあそんな感じですかね。一応言っておくと、一応皆さんにちゃんとお伝えしておくと、もう一度伝えておきますね。今その、JCB オリジナルシリーズっていう、まあ、サイトがあって、まあ私はね JCB カード W、まあ、プラス L っていうJCB オリジナルシリーズのクレジットカードを持っていて、最近ね1月の15とかそのぐらいに発行したカードなんだけど、15とか16だったかな、発行したカードなんだけど、そういったクレジットカード、 JCB のオリジナルシリーズのクレジットカードを使って、JCB オリジナルシリーズっていうサイトでポイントアップの登録をしてから Amazon で買い物をすると、まあ、オキドキポイントっていうポイントが、まあ、今8倍になるっていうキャンペーンが今日から始まりました。はい。で今サイト見てるんだけど、ポイントアップ期間はね今日から2月16日から、4月15日まで、ただ予告なく終了または延期する場合がありますとあるので、まあ絶対に4月15日までやるか分かんないし、もしかしたら延期する可能性もあるしっていう感じです。はい。だからまあ結構期間はあるんだよね。だから焦ってね今ね Amazon で買う必要はないんだけど、まあないんだけど、今の私のその買いたい欲求が今ちょっと一番高まってる時期だからね、まあせっかくなんで、
まあ、なんか変えたらなと思いますけどね、はい、4月までにアマゾンででかいセールとかってあったっけ。だからそういうのもねちょっといろいろ自分で調べて、うん、アマゾンで年間で一番でかいセールってプライムでなんだっけ、うん、アマゾンプライムデーとかなんかあったよね去年ね。サイバーマンデーセールとかさ、プライムデーセールだったかな、まあ、確か年に2回くらいでかいのが確かあると思うんだけど、うん、多分4月までにはまだ行われないんじゃないかな。あ、でも本キャンペーンプラス5倍、利用上限金額は2万円どういうことだろう。これ2万円以上買い物してもあれかな、8倍にならないってことかな。そういうことかな。なんかいろいろ注意書きも書いてありますね。ポイントアップ登録の上 Amazon を利用すると通常3倍の置き時ポイントが今なら8倍付与されます。いや最初からね、もうそもそも3倍つくんだよ。それだけでも十分ポイント高いんだけど、さらにプラス5倍で8倍になるよっていうことだね、うん、で期間限定のポイントプラス5倍は今年の7月25日月曜日頃に付与されると。めちゃくちゃ先だな。もう夏だぞ、夏、夏休み始まるよね、うん。うん、もうちょっと早くくれてもいいんじゃないかなって思うけどね。で本キャンペーンプラス5倍が、2月15日までにポイントアップ登録済みの方は再度ポイントアップ登録は不要。わかんないけど、まああれか、まあ、とりあえずねサイトに行って登録するようにした方がいいかなと思いますね、うん、で本キャンペーンが適用となる利用上限金額は2万円かっこ税込みです。でこれ付与されるポイントの上限とかじゃなくて利用上限金額って書いてるから、やっぱそういうことか。あ、じゃあこれ2万円までしか効かないんだ、ポイントね、8倍っていうのは。あー、なるほど。おお、意外とそんなにかな、じゃあポイント還元率的には。うん、確かこれ還元率 1% だから 8% になるってことでしょ。まあ、大したポイントにはならないか多分。うん、言うほどだって利用上限金額決まっちゃってるんだったら。ああ、これね私期待してたけどちょっとあんまり大したあれにはならないかもしれないな。うん、金額にかかわらず上限2万円を置き時ポイントポイント倍付けの対象条件とします。これどういうことなんだろう。2万円を置き時ポイント倍付けの対象条件、2万円までしか対象にならないってこと、それ以上使っても 8% のポイントはつかないってことなのか、それとも最大で2万円分のポイントがつくっていうことなのか、なんかいまいち分かりづらいんだよね。うん、置き時ポイントってね、確かに Amazon で1ポイント 3.5 円みたいな感じで使えるんだけど、またそこがね分かりづらいところでもあるんだよね。楽天みたいに1ポイント1円とかで使えたら分かりやすいんだけど、うん、まあ基本私はあの置き時ポイントとか JCB カード W プラス L とかは基本 Amazon でしか使わないつもりなんで、まああんま問題はないと思うけど、まあね、今回そのイヤホン買うとかって言ってるのもあるし、まあ、簡単に2万円はいくと思うんだけどね、うん、まあ、とりあえず登録して私は Amazon で買い物しようかなと思います、うん、あんまり上限2万とかあんまり気にしてもしょうがないかなっていう感じですね、うん、どちらにせよその3月15までに、ね、6万円使わなきゃいけないっていうミッションがあるんで、まあ、2万円は自然と使わなきゃいけなくなるんでね、って感じです。はい、 あとねもう一つ言っておこう。私がねその Amazon で、6万円、3月15日までに6万円の買い物をしなきゃいけないっていう、まあ、ミッションね課せられてるって話を前したと思うんですけど、
それのキャンペーンがですね、今また新しくやってます。はい、JCB さんの、新規クレジットカード JCB オリジナルシリーズのクレジットカードの新規発行キャンペーンだね。Amazon 祭り新規入会キャンペーンっていうのをやってます。はい、で、私の時とちょっと条件っていうかあれが変わってて、Amazon で利用すると、まあ、最大 20% キャッシュバック、最大じゃねえな、20% キャッシュバックされますよっていう話で、で、まあ、それぞれカードによって上限金額が決まってて、 JCB カード W とか W プラス L なら1万2000円とか、一般カードなら1万6000円とか、ゴールドなら2万5000円、プラチナなら3万5000円みたいな感じで、まあ、キャッシュバックの最大金額が決まってるっていう感じです。はい、この金額に関してはね、多分ね、私が前というかその1月末までに行われてたキャンペーンと多分上限金額が同じだと思います。はい、うん、ですね。ちょっと違うのは、あれですね。Amazon ギフト券、まあ、E メールタイプ1500円が漏れなくプレゼントされますっていうところがちょっと違うかな。私の時はね、確かね、抽選で、ちょっと忘れたな、なんか、20% のキャッシュバックに加えて、抽選でさらになんか、JCB のギフト券だったと思うんですけど、私の時はね、っていう感じのキャンペーンが行われてましたね。今は、Amazon ギフト券が多分全員に1500円分がプレゼントされるんだろうね。だから JCB カード W で、6万円使えば1万2000円キャッシュバックされて、かつ1500円のギフト券もらえるんで、まあ1万3500円分、まあ、もらえるといった感じですね。はい、まあ、確実にもらえるという意味ではこっちの方がいいような気もするけどね。なんか前は抽選だったからさ、当たるかどうかよくわかんねえし、金額はまあまあ高かったと思うけど、 JCB のギフト券ね。はい、でこれ入会期間がね、2月1日の火曜日からもうすでに始まっていて、で3月の31日の木曜日までになってます。3月ね、2月だけじゃなくて、そうだからまあ結構あるね、まだ1時間じゃない、1ヶ月半くらいね、期間に余裕があるんで、まだ JCB のオリジナルシリーズのカード持ってない人は、まあこれを機会に入会してみて、キャッシュバック使って利用してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、私はもうすでに発行してるんで利用できないんですけど、はい、まあ、私はとりあえずね、もうとにかくもう Amazon で買い物しないと、3月15までだからね。今まだね、多分1万5000円いってないぐらいかな、多分。1万4000円ぐらいだと思う、今んとこね。だから、まあ、さっき言ったスマホのアクセサリー関連のものとか、あとはイヤホンとか、ウォッチはちょっと買わないって決めたんで、もうウォッチはいいやってなってるんですけど、それで6万円いくかなっていうところなんですよね、だから。実を言うとね、今ね、そのプレステ5の抽選もいくつか応募してるところもあるので、それがね、2月のうちに確かいろいろ結果が出るんですよ。だから、その結果で結構変わってくるところもあるね。これでもし抽選当たって、プレステ5ゲッチュってなったら、プレステ関連のね、アクセサリーというか、それこそ、コントローラー1個しかついてこないから、コントローラー買うとかさ、ね、充電スタンド買うとかね、そういうのもあるから、そっちにもお金回せるなとは思うんだけど、今のところ当たったっていう報告は何も来てないんで、まあ、今のところはまだね、プレステ5とかのアクセサリー買ったりはできませんが、まあ、そういったところにもなんか Amazon で買えるのかなとは思いますけど、はい、また何かそういった情報があれば都度連絡皆さんにお伝えしようかなと思います。はい、まあ、そんなところですかね。まあ、今日はちょっと
雑談かな、これもね、まあ、雑談みたいな感じで、うん、ちょっと私のお買い物、今現状のアマゾンでのお買い物事情と、まあ、JCB のクレジットの新規発行キャンペーンに関する話とかね、について、はい、お話ししてみました。皆さんもね、ぜひアマゾンで、まあ、いろいろお買い物してみたらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。